能党半島地震による大規模火災で焼け落ちた輪島・朝市周辺の建物で、今日から公費による解体が始まります。輪島市によりますと、朝市通り周辺で解体する建物は合わせて264棟です。申請が出された場所で一定の広さごとにまとめて実施され、完了の時期は未定としています。輪島・朝市の周辺では、 建物がなくなったことを示す滅失登記の手続きが完了していて所有者全員の同意がなくても解体ができるようになっていました和島浅市組合の組合長はこれで浅市復活の道筋が立てられる商店街とともに復興の道を歩んでいきたいと話しています